わ、オベロンにチョコを送りたいと？どうなんだろう。オベロンのことだからどうあれ必ず嬉しいよで返してくるだろうけど、難しいところでもずかずか行くよね。あ、ズンズンか。うん、それならお互いダメージもあってフィフティだしいいんじゃない。でも場所は選んだ方がいいと思う。みんながいるところか誰もいないところかね。うまくいくよう私は応援しようっと。うわー、オベロンの反応楽しみー。わ、キモ。なんでこの場所が分かったんだ。勘か？はあ、あいつの入れ知恵かよ。ここぞとばかりにいたずら心出しやがって。何がマーリン魔術だ、バカらしい。あんなインチキ魔術、誰が仕込んだんだか。悪いけど少し黙っててくれる？ったく、この俺がまさか自業自得とはね。キャラは生きるとはいえ始末に手を焼くよな、筋書きにない設定ってやつは。いいよ、そこは諦めた。マスターともなればサーヴァントの夢に土足で踏み込むくらい慣れたものだろうしね。とはいえこれじゃああんまりだ。模様替えをするとしよう。ああ、今の俺の気持ちをよく表しているだろう。それで要件は何？大体わかるけどあえて聞いてやるから言ってみろよ。うわぁ、やっぱりね。ありがとう、嬉しいよクソ野郎。いや当たり前でしょ、俺の部屋にこんなの落としたくないし。それにほら、チョコレートってあれだろ、あれなんだろ、動き出したりボスになったりする怪異なんだろ。幸い俺は結果しか伝え聞いていないけど。なんだ、つまらない。まあ重いものでないだけマシかな。で、要件はこれで終わりか？なら帰ってくれない？今めちゃくちゃ忙しくてさ、暇人に関わってる時間とかないんだよね。そもそも俺たちは契約上の関係でしょ。仕事ならいやいや付き合うけど、プライベートに干渉しないでくれる？では道は私が作りますね。こうアバロンからかっ飛んでくる感じで。え？でも本気で嫌がられたらどうしようですか？大丈夫大丈夫、何やっても嫌がるじゃんあの人。それに夢に入れるということは話くらいは聞くということですから。根はどうしようもなく真面目というか豆ですからね。公平なんです。あ、でもそのあたりは指摘しない方向で。怒りん坊なのでこっちにも被害が来そうです。はあ、あのおてんば、後でぶっ飛ばしてやる。おっと、こっちの話っていうかまだいたんだ。しつこくない？もしかしてお返しがお望みかい？俺から人並みに強欲になったじゃないか。
ああいや、強情なのは前からだけど。いいよ、ほら、持って行って。実はちゃんと用意してあったんだ。バレンタインは日頃の、なんだっけ。あ、そうそう。感謝の気持ちを伝えるんだろう。それなら俺にも積もるほどある。バレンタイン様様だ。君と俺には似合いの品だ。押し付けられて嬉しいな。じゃあそういうことで。グッバイマスター。頼れる仲間が一人もいなくなったらため息混じりに呼んでくれたまえ。